いつもろプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2007年モデルフェラーリ F430 スパイダー F1 を紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントリアディフューザーに下すり、フロント複数箇所、ボンネット、フロントガラス複数箇所に飛び石、左右フロントアルミホイル、右ドア、左ドアエッジに傷、左サイドスカート複数箇所に線傷がございます。走行距離に関しましては約12,000キロと低走行なお車です。外装色はビアンコアブス、インテリアはクオイオレザーが採用されております。360スパイダーの後継機モデルとしてデビューした F430 スパイダー F1 でございます。こちらのお車に関しましては当時の F1 技術がふんだんに盛り込まれており、より走行性能をお楽しみいただける一台へと進化しております。また走行性能や開放感だけではなく、インテリアにはカロッツェリア製のナビゲーションやシートヒーターにより快適性も確保されております。ヘッドライトに関しましてはキセノンが採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。また足元に関しましては純正19インチポリッシュドアルミホイルとイエローキャリパーが装備された1台です。続きましてリア紹介させていただきます。リアのテールライトに関しましてはフェラーリ伝統の丸めデザインが採用されております。リア周りに関しましては大型のリアディフューザーやカーボンチャレンジグリルが装備されており、迫力を感じる1台となっております。合わせてエンジンスペックの紹介です。エンジンは 4.3 リッターV 型8気筒の NA エンジンが搭載されており、最高出力は490馬力でございます。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはクオイオレザーが採用されております。運転席側に若干ではございますが使用感がございます。またインテリアにはカーボン素材も使用されており、スポーティーな印象を受ける一台となっております。ではエンジンを始動します。ETC カードを入れてください。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能です。ナビゲーションに関しましては、カロッツェリア製のものが採用されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては6速のF1 マジックシフトが採用されております。また走行モードに関しましてはステアリングのマネッティーノにて変更が可能となっております。両席に関しましてはシートヒーターも装備されており、肌寒い季節でも快適なオープンドライブをお楽しみいただけます。ではソフトトップを閉めます。開閉に関しましても問題なくスムーズに動作が可能です。
ソフトトップの色に関しましてはベージュが採用されております。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2007年モデルフェラーリ F430 スパイダー F1 を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約1万2000キロと低走行かつ内装面比較的良好なコンディションを保った1台です。車検に関しましては2020年の4月まで有効です。フェラーリの圧倒的走行性能を開放感あふれるドライブでお楽しみいただける F430 スパイダーでございます。こちらのお車に関しましては490馬力を発揮するエンジンと6速の F1 マチックシフトによりスポーツ走行も十二分にお楽しみいただける1台となっております。また走行性能だけではなくシートヒーターにより肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。